皆さん、こんにちは。今回は田中樹さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。ストーンズの田中樹さんとユー・ワレさんが2024年2月24日放送のラジオ番組ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルに出演し、新たな夢へ妄想を膨らませる場面がありました。この日は18日に開催されたお笑いコンビオードリーによる同局ラジオ番組オードリーのオールナイトニッポンのイベント、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームについてトークを展開しました。田中さんはライブビューイングとアーカイブなしの配信を合わせたら16万人が見ていたと圧倒的な人気ぶりに、深夜ラジオイベントの数字じゃないと感動を言葉にしていました。また田中さんは MC でもオードリーさんの話したと同日に行われたストーンズの初の4大ドームツアー VVS 中のトークでも話題になったと振り返り、オードリーのイベントの成功を祝福していました。また田中さんはこの番組のイベントもいずれやりたいけどねとラジオイベントを開催したいと宣言します。田中さんとっさんはイベントまであと何日みたいなさ、リスナーから募集して盛り上がったやつをそのままノリでグッズにしちゃうとかと理想のラジオイベントを妄想し、やりたいなぁとスタジオから曲の権力者へ呼びかけていました。すると放送を聞いたイベントプロデューサーが急遽スタジオに入り、その要求を承諾したようです。田中さんとっさんは決まりましたと大喜びし、いつかどこかでと未来のラジオイベントを夢見て妄想がはかどってきたね、夢叶えようと歓喜の声を上げていました。さらにこの日はオードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム以降初の放送となったことから、田中さんがドームに行った人とか見ていた人って絶対聞くと16万人が次枠のオードリーのオールナイトニッポンを視聴すると予想し、オードリーさんの待機リスナーで過去一の人数が聞いている可能性が浮上と同番組の PR チャンスになると推測しています。そして番組終盤、田中さんはいつもより丁寧に気持ちを込めてメールを読み上げたり、ストーンズのメンバーや楽曲の紹介をするなど普段とは違った雰囲気で進行していました。その様子にリスナーからいい声やっている時点で雑魚と突っ込まれてしまい、田中さんは言うなぁと大慌てでリスナーに呼びかけていました。どうやら心の準備はできているようです。かつて2022年の紅白歌合戦の出場が決まっていた当時、田中樹さんの活動休止が噂されたことがありました。なぜ田中樹さんが活動休止になると噂されていたのか、真相に迫ってみたいと思います。まず田中樹さんが活動休止だと噂になった理由に、田中樹さんの兄の田中聖さんの逮捕が考えられるようです。田中樹さんの兄の田中聖さんは2013年まで旧ジャニーズ事務所に所属しており、カトゥーンのメンバーと活動されていて、ご存知の方も多いのではないでしょうか。2013年9月30日、旧ジャニーズ事務所から度重なるルール違反があったということで、専属契約を解除されカトゥーンを脱退し、2013年9月に正式に旧ジャニーズ事務所を退所されています。その後、2017年5月24日の大麻取締法違反で逮捕されていました。ただこの件については2017年6月30日に証拠不十分で不起訴処分となっています。しかし5年後の2022年2月24日に覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されています。さらに2022年11月29日に恐喝の疑いで逮捕されました。そして懲りずに2024年2月、違法な薬物を所持していたとのことで再逮捕されています。これらの田中樹さんの兄の逮捕の件で、自分の兄の田中聖が世間を騒がせている、旧ジャニーズ事務所に迷惑をかけそうだということを感じていたようです。そして、そんな田中樹さんは、活動休止するのではないかと噂されるようになりました。ですが、田中樹さんの兄の田中聖さんはすでに旧ジャニーズ事務所を退所されており、亡くなったジャニー喜多川氏からも「優とは関係ないよ」と言われて励ましてもらっていたそうなので、
田中樹里さんは兄の逮捕に責任を感じて活動休止されるようなことはないとみられています。また田中樹里さんが活動休止だと噂になった別の理由として、金河新年ボーイズというユニットをストーンズのメンバーの松村北斗さんと組んだことが関係していることが分かりました。これは2022年1月2日のラジオストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルの放送で組んだユニットで、あくまでラジオ内でユーモラスに話しただけのユニットなのだそうです。そしてこのユニットは1月3日までしか活動しないユニットになるようで、4日以降は活動休止と面白くラジオで話をしていたそうです。この活動休止という発言から、田中樹里さんが活動休止するのではないかと勘違いされた方もいたそうです。確かに活動休止だけ聞くとドキッとする単語ではありますが、それだけ田中樹里さんが注目されて活躍されていることがよくわかりました。最後に田中樹里さんが活動休止だと噂になった理由として、田中樹里さんが新型コロナウイルスに感染したことが影響していることがわかりました。2022年1月28日に新型コロナウイルスに感染された田中樹里さんは一時的に活動を休止されていたようです。実際に活動休止された田中樹里さんですが、一時的な活動休止であり、無事に回復して活動を再開されています。このように田中樹里さんが活動休止するという噂はデマであり、今後も活動休止されるような状況にはないことが分かりました。さて別の話題で田中樹里さんの芸能生活の危機が噂されたことがあります。2018年4月下旬、元 TOKIO のメンバーである山口達也さんが2018年2月に女子高生に対して強制わいせつを行った容疑で書類送検されました。その後山口達也さんは旧ジャニーズ事務所より最も重い処罰である無期限謹慎処分を受けることとなり、出演していたレギュラー番組は次々と降板が決まりました。そして2018年5月6日、山口達也さんご本人の辞意も受け入れられ、 TOKIO からの脱退と旧ジャニーズ事務所の退所も決まっていました。ここまでの流れはこれまで報道されてきた内容になるのですが、実はこの事件について元暴露系 YouTuber のガーシーから、田中樹里さんが関係しているというような暴露があったようです。実は山口達也さんが事件を起こしたその現場に他のジャニーズの人間がいたというのです。そしてその人物が田中樹里さんということだそうです。ガーシーの暴露は元ジャニーズ事務所に所属していた岡本カウアンさんとの対談生配信でした。はっきりとは分かっていませんが、その候補の一人として田中樹里さんが挙げられたようです。そして山口達也さんは田中樹里さんをかばう形で自分だけ処分を受けた可能性があると暴露されています。将来性のある若手の罪をごまかし目を背けさせるため、事務所からの圧力指示で山口達也はあたかも自分一人だったというような全ての罪をかぶらされたという話になるようです。ちなみに田中樹里さん以外にも諸星正樹さんという元ジャニーズ事務所に所属されていた方も名前が挙げられていたようです。ですがガーシーは田中樹里さんだった可能性が高いとしており、その理由に諸星正樹さんはジャニーズを辞めており、辞めているなら守る必要がないということから、山口達也さんの事件の現場にいたのは田中樹里さんで、山口達也さんはそんな田中樹里さんをかばったという見解のようです。ですがこの暴露は信憑性に欠けるとして批判的な意見が多いようです。実際ガーシーの暴露は第三者の証言になります。残念ながら山口達也さんは田中樹里さんをかばったのか、現場に田中樹里さんがいたのかなど真相は不明となっています。さらに田中樹里さんについて調べると、カスというワードが出てきてびっくりします。カスと呼ばれているエピソードなどを調べてみました。田中樹里さんの名前を検索するとカスというワードが出てきます。一体どのあたりがカスなのでしょうか。過去に田中樹里さんの SNS が流出し、元 SKE48 の佐藤すみれさんらしき女性との親密なメッセージのやり取りから付き合っているのではないかと疑惑が持たれました。また女優の平優奈さんとのツーショット写真も出回り、女性関係で遊んでいるイメージがついてしまいました。さらに一般人の方と付き合っていた時に、付き合っているにもかかわらずその方に合コンを設定してや
誰か紹介してほしいなどと発言したことをリークされています。しかも女性を紹介してもらう際には先に写真を見てから決めたり、合コンで自分のタイプではない女性にはあからさまに態度を変えたりするとの噂がありました。また未成年からタバコを吸っていたのではとも噂されています。証拠があるわけではなく噂には過ぎませんが、火のないところに煙は立ちません。これらのことがカスと言われる原因になったエピソードです。女性関係が多いのが特徴です。リークが本当かどうかは分かりませんが、本当なら女性の扱いがひどいという印象は免れません。問題を多々起こして旧ジャニーズ事務所から解雇されたり、大麻を所持し逮捕されたりした田中聖さんがお兄さんということもイメージダウンにつながっているようです。薬物所持は犯罪なのでイメージダウンは避けられません。兄弟は田中聖さんだけでなく男ばかりの5人兄弟で、田中樹さんは4男です。長男は一般の方、次男が田中聖さん、三男は俳優兼ミュージシャン田中氷河さん、逸夫は現在大学生の田中昴さんです。兄弟仲はかなりいいようです。女性の噂が多くあるのはやっぱり魅力的でモテるからでしょうか。一人目は夏尾さんです。女優の夏尾さんとは高校の同級生だということです。デート現場や一緒に登校しているところを目撃されています。二人目は山上愛さんです。 R の法則で共演されています。お揃いのネックレスをしていると噂されましたが、目撃情報などはなくただの噂の可能性が高いです。3人目は佐藤玲奈さんです。こちらも R の法則共演されています。佐藤玲奈さんが同じブランドの財布やクッションを使っていたり、ストーンズのデビューを祝ったと思われる匂わせぶりな投稿をしたりして噂になりました。しかし田中樹さんはブログで否定しています。4人目は佐藤すみれさんです。元 SKE の佐藤すみれさんとも R の法則で共演されています。カスエピソードでも少し触れましたが、田中樹さんがプライベートでこっそりしていた SNS での佐藤すみれさんとの親密なやり取りが流出しました。ただ相手が佐藤すみれさんだという証拠はないので真偽のほどは分かりません。5人目は平優奈さんです。平愛理さんの妹で女優として活動されています。平優奈さんとも R の法則で共演されています。ツーショット写真が出回り、仲が良さそうな雰囲気から付き合っているのではと噂されました。目撃情報などはないのでただの噂の可能性が高いと思います。そしてカスエピソードで述べた一般人の元カノから田中樹さんの様々な発言とともに寝顔写真もリークされました。女性によると田中樹さんとは2017年から2019年まで付き合っていたようです。田中樹さんが泊まりに来ることが多くあり、疲れた時にはマッサージをしたり、朝起こしてあげたり、料理を作るなどかなり尽くしていたそうです。しかし女性の影がちらついたり、合コンの設定を頼まれたりすることで少しずつ関係に溝ができてしまったようで、田中樹さんのデビューが決まってからは会う頻度は減って別れたとのことです。マイナスなエピソードが目立つ田中樹さんですが、噂が多いので本当のことは分かりません。これから良くないイメージを払拭できるくらいたくさん活躍してほしいところです。その抜群のルックスで人気を集めている田中樹さんですが、共演 NG と噂されている芸能人が3名いるようです。共演 NG の1人目は夏尾さんです。田中樹さんの共演 NG1 人目は女優の夏尾さん。理由は過去に熱愛が噂されたからだそうです。あくまでも噂なので真偽のほどは定かではありませんが、ファンの間では有名な話なので新たな噂が出ないように念のため共演 NG を出しているものとみられます。共演 NG の2人目は池田美優さんです。タレントのみちょぱこと池田美優さん。田中樹さんと池田美優さんの共演 NG 理由は公開がち告白をしたからだそうです。田中樹さんが池田美優さんに公開がち告白をしたのは2019年9月5日放送のバラエティ番組桜井有吉座夜会でのことでした。以前よりギャル好きを公言されていた田中樹さんですが、この日は収録中に池田美優さんに直接告白をして話題になりました。共演 NG の3人目は田中聖さんです。田中樹さんと田中聖さんの共演 NG 理由は家族身内だからだそうです。芸能界では
家族、身内に対して共演 NG を出すケースが多く見受けられます。また前述の通り、田中聖さんは2017年5月23日に大麻取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。その後も逮捕が続いています。いかがだったでしょうか。今回は田中樹さんについて見てきました。自身のトラブルよりも兄の不祥事で自身の芸能活動に支障が出るというのが何とも不憫でなりません。田中樹さんの報道で芸能活動を休止するのではないかとまで言われてしまうようになりました。ただもちろん別人格であり、兄が逮捕されても本来は田中樹さんには何も支障がないというのが建前です。兄のそういった不祥事を凌駕するほどの活躍を今後期待したいところです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。